はい。えー、アンケートありがとうございます。2016年9月20日22時40分40秒。高しさん。吉谷社長に聞いてみたいこと。吉谷社長、こんばんは、えー。大阪の松本です。このようなクレームメールに対して、えー、し、えっ、ー、と、すみません。漢字読めないんですね、僕。しん、しんちょ、すみませんね。漢字読めなくて。えっ、ー、と、紳士か。すみません。紳士って本ですね。漢字が読めない。 このようなクレームメールに対しても真摯に対応されている吉谷社長は素晴らしいです。コピーライティングの重要かつ自分に必要なスキルだと思っています。コピーライティングされるときに気をつけている点などありましたらご教授お願いします。とまあ、今回ですね、そのまあ、ここにもいただいたんですけど、ガチでこれクレームいただきました。クレームというかクレームみたいなメールですね。この、儲かってないでしょうと。メルマがありきたりなことばっかり書いてあってつまらんし、ネタ切れ感半端ないと。 もっと人,人を引きつける書き方とネタを学んだ方がいいよ。まずタイトから読む気、うせると。多分、おそらくですね、まあ、今回これ、この人はもうメルマガ解除しちゃってるのかもしれないですけど、一応まあ、一人の意見があったっていうことは、複数の意見があると思うので、まあ、今回その、まあ、実際僕が有料でやってるものを、もうガチの、ガチの有料でやってるやつを全部お見せして、でそれでジャッジしてもらえればいいかなっていう。 お金いただいてるやつは、まあ、めちゃめちゃガチでやってるので、相当のボリュームやってます、僕。陰でやってますから、まあ、それちょっと見てもらって判断してもらいたいかなっていうのがあって、まあ、今回こういうプレゼント企画やったんですけど。うん、で、コピーライティングされるときに気を使ってる点などありましたらっていうことなんですけど、そうですね。うん。これは時と場合によりますね。だから、セールスするときなのか、それとも、 そのコンテンツを提供する時なのかその目的によって意識は変わりますセールスする時っていうのは、まあ、売るためなんで売るために欲しくさせるような文章を書かないといけないですしコンテンツを提供する場合はそのまあそのコンテンツが面白く伝わるように書かないといけないのでそのまずそのあとはまああれですね、うん コピーライティングで重要なのはこれはまあコピーライティングの道場でも僕言ってるんですけどコピーに答えはないんですよ一番大切なのはお客さんの反応を取ることなのでお客さんが反応すればいいんですよ反応要はその文章を読んで反応してくれた要は反応してくれなかったらダメなわけですよでも今回も僕はあの逆にく,あのくだらないメールを送っててよかったかなっていうこういう反応をもらいたいってことは僕は 一つの気づきでもあるし、あ、こういう人もいるんだなっていう気づきもあるしで、今回のメールもらえたからこういう企画もできたので、お客さんから反応をもらうっていうのが大事です。で、この、今、インターネット上でそのプロダクトローンチっていうのがやられてます。で、プロダクトローンチ当たると、まあ一発で数千万とか数億円っていうのがこう動くんですけど、じゃあプロダクトローンチでも何やってるかっていうと、まあメルマが書きます。 ステップメールが送られてきますでそれに対してコメント書いてくださいっていう反応をもらってるわけですよ。でメール流すはコメント書いてください反応をもらう。でこの反応に対してあのこうやっていくっていうことが大事で、あのー、これが正しいっていうのはないんですよ。なぜならば人それぞれ考え方とか価値観とか読み方とか全部解釈の仕方とかも全部違うので100人に100人こううん。 100%の文章は絶対書けないんですね。だからまずはこれすごく重要なことなんですけどたった一人動かせるまず文章を書くってことですまずは一人でいいんです一人でもコメントをもらう反応をもらうっていう文章が書ければまずは OK ですまずそこが重要ですね、うん、だからコピーライティングする上で何が重要かっていうとまずたった一人でもいいのでそのたった一人動かせないで1,000人動かせないですよね 一人も動かせないで、一人からも反応もらえないのに、どうやって千人、一万人を動かすんだって話じゃないですか。かまずは一人を動かす。一、まあ、人に対してのメッセージっていうのをまず投げかけていくっていうことが大事じゃないですかね。だから一人を、まあこれライティングを勉強してる人だったら、まあ習ったことあるかもしれないですけど、あの、メルマガの読者数が増えれば増えるほど、一万人とか二万人とか三万人になればなるほど、わかんないじゃないですか。いろんな人がいるから。だから、 誰に書いていいのか分かんなくなっちゃうんですよね。だから、一人をイメージして、えー、例えば、この前僕メールだけで、数ヶ月前にメールだけで売ったものがあるんですけど、それはあの、MP4 コンサルっていうのを売ったんですね。で、それは女性向けに書きました。で、女性に売る,売るっていう目的で、女性向けのコンテンツをこう提供して、メールだけでうん、6万か7万ぐらいのメールだけで売りました。 メールだけで売ったことがあります、まあ、それはもう女性をターゲット女性をイメージして書いてで買っていただいた方も女性ですもちろん、はい、だからその誰に書くのっていうところがまず重要ですね、うん、だからその例えばまず誰誰どんな人っていうところを具現化するイメージする例えばうーん女性にプロポーズするってなったとしてもその女性が何が好きなのか例えば プロポーズだととちょっっ上行ってるな。例えばん女性にプレゼントをあげるってするじゃないですかじゃあその女性が何が好きなのかって分かんないとその人のなんか反応するプレゼントってあげられないですよねじゃあまずこの女性にプレゼントをあげるまず女性がいるとじゃあその人は何が好きなんだろうっていうところをイメージしてもしくはリサーチする っっててていいううここととをして書くっていうことですねそうすると、まあ、反応してくれますよね「あありがとう」みたいな「それ欲しかったの」みたいな「それ欲しかったのちょうど欲しかったの」みたいな感じで反応してくれますよね。うんだからどんなにすごい料理屋さんに連れてってもどんなにすごいプレゼント高価なものを買ったとしてもその女性が欲しくなかったら。 その女性がそこのお店あんま好きじゃなかったら、いや、私こういうとこ苦手なのっていうとこだったら、ダメじゃないですか。うん。だからまあ、そのターゲティングをしっかりして、そのターゲットが何を求めてるのかっていうのを知ることが大事ですね。うん。じゃ知るためにはどうすればいいのかっていうと、まあ、こういうアンケートを取ったりとか、あとお客さんとのこうやり取りをするっていうことが大事ですね。相手は何を考えてるのかっていうのは分かんないと、戦略が取れないわけですよ。 だから僕は常にこういうアンケート企画っていうのをやって、まあお客さんの声をこう聞いてるわけですけど、まあ僕ももう何万っていうアンケートを取ってきましたけど、未だにずっとアンケートは取り続けてます。それはなぜかっていうと、今のお客さん何を考えてるんだろうっていうことを知っておくことが重要なんで、知らないと、それに対しての無料プレゼントの企画だったり、なんか、なんか、なんかやった時に戦略を立てられないですよね。はい。まあそんな感じですね。はい。 まあ高橋さんはですね、Y T A でもこうお世話になると思いますので、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、えー、アンケートありがとうございました。